ステップでは2026年春入社の大学生大学院生の方を対象に仕事体験インターンシップを実施しています。教師職の対面形式では英語科、数学科、国語科に分かれ授業作りが体験できます。学生時代にインターンシップに参加しステップに入社した加藤先生と綿貫先生に話を聞きました。僕はずっとアルバイトで塾講師として働いておりましたので、より高いレベルの授業ができるようになりたいなと思ったのでインターンシップに参加しました。私がもともとステップ の、 あの卒業生なので、うん、ステップの、まあ、空気感は知っていたっていうこともあって、まあ、企業をいっぱい選ぼうってなった時に身近にあった存在だったからですかね、うん、最初はウェブの会に参加しました。でその後対面に参加したのはやっぱり実際の授業の作り方を体験したいと思ったのでやっぱり対面の方がいいなと思って参加しました。うんうん、私も最初ウェブで参加して、まあ、でもやっぱりこう実際の空気感みたいなのはまあ画面上ではなかなか感じ取れないので、まあ、実際に授業の雰囲気とかまあどういう感じなのかなっていうのを肌で感じるためにまあ参加しましたね。まあ、インターンでは最初はあのまず自分で授業を作る前にあの先輩の授業をあの見せていただくんですけど、まあ、そのまあ先輩に見せていただいた時点で私はもうあの当時の記憶がすごい蘇って、うわ懐かしいこの感じっていうのがもうまず本当に一番最初に感じたことですかね。うんうん、実際に授業に参加してやっぱり生徒が前のめりに参加できるっていうのがステップの授業の印象だなと私は思いました。こっちは何て言ったっけ、いくよ、せーの、素晴らしいじゃん、よく覚えてたね。自分は対面のインターンシップに英語で参加しました。まずはどんな単元をやるかを決めて、黒板に書く例文を考えて、であとは授業で使う大事な言葉とかをカードに書いて、そういうような準備をしました。私もあの同じく、私はあの国語科なので、まあ、文法の授業で使うカードを作ったりとか、あとはまあその生徒役の方に対してどうまあ聞いていくかとか、なんかこうどう質問していくかみたいなのをまあ考えたりとか、あとその実際に授業で作ったカードはあのすごい大きかったんですけど、もうあのカバンにはみ出しながら入れて記念に持って帰ってっていうことをしましたね。自分はあの塾講師のアルバイトの経験があったので、まあ、いけるんじゃないかって思ってたんですけど、やっぱり実際に授業をやってみるとなかなか質問うまくいかなかったりとか、字がうまく書けなかったりとか、そういうのがあって結構難しさを感じたインターンシップでした。私は未経験だったので、構えずにこう本当にただただ話すことを楽しめたというか、もう本当に生徒役の先生方とのやり取りがすごい楽しかったので、まあ、それこそ最初スクールキャストの方で応募しようかなって思ってたんですけど、まあ、インターンをやってみてちょっとこれは楽しすぎるなと思って教師にしようかなってそこで思いました。まあ、やっぱり実際にインターンに参加したことで、まあ、本当に授業での空気感だったりとか、うん、肌で感じられたのはすっごい行ってよかったなと思います。うん、そうですね、授業の空気感もそうですし、自分はあの先生方がたくさんの優しく教えてくださったので、この会社は本当に明るい雰囲気だなっていうのが印象に残りましたね。でカードを見せるときも、例えば to と動詞の原型ってここに貼るよりはさ、こことか上とかなんかその場所に置くとより見やすいよね。じゃあ加藤先生、入社した後のギャップとか感じたことあったりしますか？やっぱりインターンで感じた楽しいとか、うん、まあその先輩方の雰囲気とかで、うん、大きなギャップはないですね。やっぱり、うん、まあ、ただ大変じゃないかと聞かれたらどうですか？うん、いや結構大変な時もあって、まあ、なかなか準備にそうですね時間かかる時もあるんですけれども、しっかり準備した分授業がうまくいくとやっぱり楽しい、仕事のやりがいを感じる瞬間ですかね。そうですね、うん、準備すればするほど結果として返ってくる、うん、まあ、それがやりがいになってたりはしますかね。うん、そうですね、はい、主語が三単、三単ね、いいね、そこで止めた。見てるところ大正解、みんなも同じとこ見れた、うん、そう、ここ私は未経験で入ったので、まあ、それこそ最初まあ不安がなかったといえばもちろんあったんですけど、まあ、ただ人と会話するのが好きとか、まあ、コミュニケーションを取るのが好きみたいな人はあの未経験でもあの今私できてるので大丈夫です、お待ちしております。